今波高博 YouTube そやで、ほんまにね、違うねん、すごいやん、これ3年しか関西にいなかったのに猛虎弁になるもんなんやな。ナミさん、野球選手の標準語は関西弁やで、いけますか？ナミさん、ナミさん質問来てます。いってみましょう。これはあくまで僕の考えなんやけど、トークショーでついに相棒の友達顔出しするらしいな。北九州は割と関西に近いイントネーション、北九州ってほぼ関西弁と変わらんで、ショートフル出場したら体がバラバラになるかと思ったとかいう表現草。大人になってからの転勤はあんま口調変わらんけど、子供の時に住む場所変わって学校生活で周りも関西弁なら映るやろ。いろんな球団コロコロしてたけどレギュラー取れてた？控えのイメージしかない。声自体がいいのと京都やからか柔らかめの関西弁なんが合わさって聞きやすい。なんだかんだ YouTube めっちゃ面白いよな。和義さん、ファン、ご視聴ありがとうございました。